皆さんおはようございます、今日はですねあいにくの雨ということで、天気予報ではですね午後過ぎから雨だったんですが、今10時ぐらいですね、先ほどまでちょっと雨降ってたんですが、今若干ちょっと晴れてきたので、まあ、ちょっと作業をするんですけれども、それと同時にですねちょっと今日は商品の紹介をしていきたいと思います。前回の動画でもですね、何人かからアドバイスいただいておりまして、まあ、この暑い日に、電動ハンマーとかですね、ああいったものの過酷な仕事をする際に、熱中症とかですねにならないために、空調服とかそういったものを着用した方がいいですよということでアドバイスをいただいておりました。その時点ではですね、もう予約はしてたんですが、なかなかちょっと在庫切れということで、来るまでにちょっと時間がかかってしまいました。で、ようやく手に入りましたのでそちらの方ですねご紹介していきたいと思います。でご紹介するのはですね、こちらになりますね。で、今回空調服の方を2セット持ってきてるんですが、1セットは自分で買ったものですね。で今回買ったのはですねこちらの、皆さん大好きなワークマン、こちらワークマンの、空調服、最新型を購入しました。2022モデルということで、15ボルトのですね、最強の、ファンモーター、バッテリーと、ファンを搭載した空調服になります。お値段も結構安くてですね、他のメーカーさんに比べると機能が良くて、あと風量ですね、この毎秒78リットルっていうのは、かなり高い方になります。で他にもですね有名なメーカーがございますけれども、こちらの方はですね、まあ、値段と、まあ、こちらの風量あと 15V ということで、かなりコストパフォーマンスが高い商品になっております。私もいろいろ探したんですけれども、インターネットとかですね、まあ、YouTube とかの、ちょっと内容の方を見まして、まあ、今回はワークマンさんのを購入することにしました。でこちらはですね、3900円、こちらはファンのセットになります。 15V の対応ファンですね、のセットになります。こちら2つで3900円、あとバッテリーがですねこちらも 15V 専用ですね、こちらが7980円ですね。はい、こちらです。これはちょっと限定商品ということで、ウィンドウコアっていうシリーズのワークマンの空調服なんですけれども、あとネクストワーカーズさんのですね、コラボモデルということになっております。このマークですね見たことある方もいると思うんですが、そちらの限定商品最後の1個でしたのでそちらの方を、取り置きしてもらってなんとか購入できました。でケースもついてきてます。このケースはですねベルト同士がついておりますので、通常空調服の中にバッテリーを収納する際はおそらく使わないと思います。で、まあ、職人さんとかですね腰ベルトとか、まあ、そういったものにつけたいという場合に、まあ、使うようなものかなと思います。風量がですねなんと78リットルとなっております。他の、メーカーさんもですね今出てきているのが 12V とか 14.4V とかですね、まあ、そういったものが今年出てきておりますが、なんとバークマンさん 15V で、このさらに上のモデルですね、ちょっと今回手に入らなかったので申し訳ないんですけども、17V っていうのがあります。そちらはさらに、風量がですね、増えたモデルとなっております。で、今回のですね、ウィンドウコアのこちらのワークマンさんのファンなんですが、わかりますかね？とても薄型になっております。私、試しにですね、2回ぐらいちょっと使用したんですが、とても薄いです。で、こちらが薄いのはやっぱり着た時にですねゴツゴツファンが当たってしまいます。あとこちら空調服とかですね着た状態で車とかに乗ると、結構違和感が出ますので、まあ、こういった面で薄いファンというのはかなり気にならなくなってます。でウィンドウコアさんの、こちら、ベストなんですけれども、こちらですねウィンドウコアベスト。でこちらはですね一番安いモデルで今回購入しました。でウィンドウコアのですね
まあ、レジャーとかにも使えるよっていうタイプですね。で、ウィンドウコア耐久撥水、ツーウェイシェルベストということで、空調ベストですね、こちらの方を、購入させていただきました。まあ、撥水モデルですので、まあ、雨とかですね、まあ、今日みたいに雨降った時とかある程度は使えると思います。で、何よりいいのがですね、このファンの穴を隠せるという風になってます。こちら通常空調服として使用しない場合はこのファスナーを開けてこうペロってこっち側のファスナーにですねつけることによって、この空調服の穴をですね、ファンの穴を塞ぐことができますので、通常のまあカジュアルな使い方にもですねできるという、優れたものになっております。これは2900円でしたね。安いモデルになります。で、この上にですね、ちょっと迷ったんですが、通常のウィンドウコアシリーズと、職人さんのですね、プロコアシリーズっていうのがあります。まあ、他の YouTuber さんがですね、プロコアシリーズの方で、まあ、紹介動画とか上げてますので、まあ、そちらの方見ていただければと思うんですが、私もプロコアシリーズですね、試着してみたんです。で、試着したんですが、なんでこの安い方にしたかというと、プロコアシリーズはやっぱ職人さん向けなので、ハーネスとかですね、まあ、そういったものが付けれるようになってます。あと中身もですね、アルミの、遮熱の生地を使ってて、まあ、体感温度が下げられるというような、まあ、ちょっとこちらよりもですね、機能の方がグレードアップしてるんですが、ちょっと着た感じですね、いろいろなちょっと装備がついているために若干重さがありまして、まあ、動きにくいわけではないんですが、まあ、ちょっとそういった重さとか、あとちょっとですね、私が気になったのがここの一番下ですね、着た時の裾、これはですねゴムで調整できるんですが、プロコアシリーズはですね、もう元から結構強い硬いゴムが入ってまして、かなり締め付けられます。まあ、職人さん腰ベルトとかですね、まあ、いった道具をぶら下げるので、まあ、おそらくそういったものもあって多分固くして、そちらに支障がないようにしているのかなと思うんですが、最終的にはここはですねやっぱり締めて使うようになるとは思うんですけれども、風をですね下から出さないで上から出すように、なるべくこの裾とか袖はですねおそらく締めて使うような前提になってるんですけれども、ちょっと私着た時ですね、ちょっとそういったものが違和感がありまして、今回はちょっと安い方の通常の、一般向けのですね、カジュアルな方の2900円のモデルにしました。プロコアシリーズは3900円、1000円高いものになります。ただプロコアシリーズの最大の特徴はですね、帽子、この帽子といいますか、この一体型になった帽子ですね、ヘルメット対応なんですね。なので一回り大きくなってます。ハットがですね大きくついておりまして、で横にもメッシュがついてて、音とかですね視界をこう見れるようになっております。でそこが一番、まあ、私にはですね大きかったんですね。毎日ヘルメットをかぶって、作業をしておりますので、まあ、ちょっとそういった面で、まあ、そちらの方が有利ではあったんですが、ちょっといろいろ考えてですね、あと私自分のヘルメットをワークマンに持ってて、ちょっとこちら試着させてもらったんです。でそしたらまあなんとかヘルメット入ることができたので、まあ、ひとまずちょっと試しにですね今回は安い方で購入させていただきました。一回試しにですね自宅の、芝生のですね手入れ、あと雑草抜きをですねこちらを着てやってみたんですが、とても快適です。まず汗はあまりかきません。とても快適でした。ファンをですね止めて、脱いだ瞬間にもう汗が出てきたぐらいなので、とても快適に作業ができます。でこちらがですね今ご紹介したのがワークマンさんになるんですが、もう1セットございます。でこちらはですね、株式会社空調服さんのモデルになります。で空調服さんのモデル、なんで私が持っているかと言いますと、これ最近ですね会社の方で本職の方ですね、会社の方で空調服が支給されまして、つなぎタイプなんですが、つなぎの空調服ってなかなかないんですけれども、株式会社空調服さんは作ってるんですね。でそれに合わせたモデルになっておりまして、つなぎに装着するタイプの、空調服を支給されました。まあ、このファンとか、バッテリーはですね、こちらですね、これがバッテリーになります。
で、ファンとかバッテリーはまあこれは汎用品ですので、まあ、汎用品といいますか空調服さんでこのキットとして出しているものですね、BTSP1 と書いてありますが、これはですね、ボルトの方がワークマンさんより低いです。7.2V、ちょっと見えますかね。最大が 7.2V で、4段階になってます。下から 3.3V、5V、6V、7.2V ということで、マックス 7.2V の出力になってます。なので、風量もですね、ワークマンさんのこちら78リットルに比べますと、それよりも、ちょっと数値的にはですね、低い数値になっております。はい。で、こちらのですね、7.2V、風量がですね、最大 7.2V で使った場合ですね、48.8 リットルとなってます。毎秒 48.8 リットル。で、ワークマンさん 15V はこちら78リットル。なので、まあ、48と78ですので、だいたい30リットルぐらいの差があります。こちらはですね、結構大きな差です。体感的にもですね、結構風量は違います。まあ、こちらですね、空調服さんの 7.2V と 15V、まあ、比べること自体がちょっと比較にはならないんですが、まあ、こちらはですね、ちょっと私が持ってたので、ちょっと比較するためにですね、今日持ってきました。ただですね、まあ、後でご説明しますけれども、それぞれにいい点と悪い点がございます。悪い点というのはあまりないんですけれども、まあ、こちらの方がいいかなという点ももちろんございますので、そういった部分も含めてご紹介していきたいと思います。私はですね、他の YouTuber さんですね、ウィンドウコアとかですね、こういった空調服、紹介動画上げていると思うんですが、大体はベストを着てみてですね、まあ、どのぐらいの風量があるかというような撮影をされているんですが、私はですね、今、ここの山で作業をしている、超ハードなですね電動ハンマーを使って、石を砕くっていう作業をしておりますので、こちらですね大体 2,3 分ぐらいで、私が着ている服つなぎ服ですね、もう汗でびしょ濡れになります。なのでその過酷な状況でですね、こういったものがどれぐらい通用するのかということで実践でちょっと比較をしていきたいと思います。まず最初に、使うのがですね、こちら空調服さんのものを試してみます。 7.2V タイプとなるんですが、ちょっと音とかですね、ちょっとすみません、後ろのファン消します。音とかをちょっと比較で風量ですね、この場でちょっと見ていただければと思います。2つつけるとちょっと音がうるさいので1個だけにしますね。はい、じゃあ空調服さんのモデル、4がですね一番低いモデルです。これはですね正直かなり静かです。まあ一流メーカーさんっていうのもありまして、相当静かです。ただ風量もまあその分弱いんですが、今4段階目中の一番下となります。空調服さんはですね4、3、2、1と風量が上がっていきますので、次が3で、次が2。で、これが最強の1ですね。まあ、1を使っても正直、そんなに音は大きくないです。他の方に迷惑をかけるっていうことは、あまりないかなっていうレベルになります。これが空調服さん、7.2V タイプの空調服のファンになります。で、次はですね、ワークマンさんですね。ワークマンさんの 15V、まあ、こちらはですね、まあ、データ上もなんですが、やっぱり風量はかなり強いです。他のメーカーさんとも比較して、あと値段ですね、金額も見て決めたんですが、コストパフォーマンスは多分一番いいかなと思います。ちなみにワークマンさんのこの 15V タイプ、今ほとんどの店舗で多分売り切れとなっております。私もですね、ちょっと探して、自宅の一番近いワークマンさんではもう全部ファンもバッテリーも売り切れということで、私がですね、ちょっと仕事で通勤している場所にもワークマンありまして、そちらに電話して聞いたらですね、なんと在庫がありましたので、今回ちょっと取り置きしてもらって、仕事の帰りですね、ちょっと取りに行ってくるということで、そちらでようやくゲットできました。
じゃあこちらのファンの方を回してみます。ワークマンさんのはですね、1,2,3,4 の順で高くなります。今1ですね。1でも結構な風量があります。で、2です。3,4、はい、結構ですね。相当な風量があります。これが空調服さん、こちらがワークマンさんですね。ただ自分に向けた時の風量は明らかにワークマン 15V の方がもちろん高いです。ちょっと消します。で、これはですね、やっぱり良し悪しがあるんですが、なんでうるさいかっていうと、もちろん 15V のハイパワーなファンを積んでますので、うるさいのは当たり前なんですね。ただですね、1点だけ、これ1段階にしてもやっぱりちょっと音は気になります。静かなところとかですね、ちょっと音は気になります。空調服さんの 7.2V タイプ、こちらはですね、音はかなり静かですので、まあ2とか3段階ぐらいで使っても、まあそこまでは気にならないです。一番強くすると、まあそれなりにやっぱ音は出ますけれども、一番強くしたところでこちらの2段階目ぐらいですかね、ワークマンさんの。なのでこちらは結構静かです。で、風量はですね、これ仕事でつなぎ服に着てるんですが、まあ正直十分ですね、 7.2V タイプで。で、試しにその仕事で使ってるつなぎにですね、これを2日間つけてみました。 15V タイプを、こちらをつなぎにつけてみました。で、こちらはですね、風量は強いんですが、正直ですね、ちょっと強すぎます。まあ、こういったベストであればいいかなと思うんですが、つなぎって全身をですね、袖の方までですね、腕から足ま で首からですね、全部風が出てきて全身を通りますので、かなり涼しいんですけれども、そこまで風量必要ないよっていう時はやっぱたまにあるんですね。ちょっと涼しくなってきたけれども空調服は止めたくないとか、まあ、そういった時にこれを1段階にしてても結構強いです。こちらの1段階は結構弱いですっていうのがありまして、こちらの1段階で使ってるとちょっと私ですね、腹を壊しそうになりました。まあ、なんとなく風が当たるので、感覚わかると思うんですけれども、ちょっと腹の調子がですね、悪くなってきました。こちらの1段階はかなり心地よい、静かな風が出ますので、まあ、ちょっとそういった良し悪しがちょっとございますけれども、まあ、こういった山でハードワークをする際、あと現場で職人さんが働く際はですね、まあ、おそらく強い方がいいのかなというところもあります。これは個人の、使い勝手によって、まあ、買い方をですね、決めていただければと思うんですが、今回ですね、今ようやくちょっと雨の方が晴れてきましたので、こちらの両方を使って、30分間の電動ハンマーによる仕事をしてみたいと思います。最初にですね、この 7.2V、空調服さんの 7.2V タイプ、こちらの方を使ってですね、やっていきたいと思います。で、今回ですね、ワークマンさんに買いに行ったついでにちょっといろいろ買ってきました。前回ですね、アイスアーマーって、腕につけるやつのタイプの、アーマーを買ってきたんですが、それがとても調子が良くてですね、今回は、こちら、頭につけるやつ、499円。これ2つ入りなんですが、2枚組なんですが、私ヘルメットをつけるとですね、もうすぐに汗だくになって汗がポタポタ垂れてきて前が見えなくなりますので、まあ、これは必需品だなということで、これとても安いですね、499円で2枚組となっております。雨を吸い取って、涼しくしてくれるというものですね。あともう一つはですね、これも同じ、このファインドアウトっていうシリーズになるんですけれども、
ワークマンさんのファインドアウト、アイスアーマーですね。こちらは、下に履く、フルレギンスタイプの、ものになります。で、こちらもですね、まあ足の方が汗をかいても、まあ快適に作業ができるかなと思って買ってみました。あとは、半ズボンで作業するときとかですね、家で、まあたまにあるんですが、半ズボンで作業する際とかも、まあ日焼け防止とかですね、虫刺され防止とか、まあそういったものでも使えるかなと思って、ショートタイプではなくて、フルレギンスタイプで今回購入してみました。で、前回購入したこの腕につけるタイプですね。こちらも、ファインドアウトのタイプになります。で、今回はちょっとこちらをですね、装着して、どれぐらい快適に作業ができるかっていうのを、やっていきたいと思います。では装着していきます。はい、じゃあ空調服さんの方ですね、取り付け方が、他のメーカーさんと違いますのでご紹介します。で、こちらをですね、まず穴に通しますね。空調服さんのは、ワンタッチでとても取り付けがしやすいです。位置決めもしやすいと思います。ちょっと今回下向きに取り付けしますけれども、まず穴に入れていただいて、で、通常ですね、回すタイプとかが多いと思うんですが、空調服さんのは、このプラスチックのこのカバーですね、これを、ここの突起をですね、こちらのファンの突起に合わせて、ちょっとここをギュッと押すと歪むんですけども、これを使って、キュッと入れるだけ、これで完了になります。とても簡単につ、つけることができます。これはいろんな生地に対応してて、薄いものから厚手のものまで、これをひっくり返すと厚いものに装着できたりとかですね、まあ工夫されて作られております。はい。で、ワークマンさんの空調服ですね、今ファンの方取り付けしましたが、ここにポケット、内ポケットがありますので、ここにですね、バッテリーを収納できます。大体のメーカーのは収納できるんじゃないでしょうかね。これ空調服さんのですけれども、普通に収納の方できます。じゃあこれちょっと着ていきます。はい。じゃあ今日はですね、ちょっと申し訳ないんですが、上はですね、今日はつなぎは装着しないで、中にクール T シャツと、あとですね、そのまま上に空調服を着ております。下はですね、半ズボンに、先ほどご紹介したワークマンさんのレギンスを履いております。で、安全靴を装着してあります。まあ本当はですね、下の長ズボンの方がもちろん危ないのでいいと思うんですが、ちょっと今日はですね、どれぐらい快適にできるかというので、ちょっと気をつけて作業しますので、下はちょっと半ズボンと、レギンスですね。こちらの方で、ちょっと作業させていただきたいと思います。一応ちょっとスイッチ入れてみますね。まあハードな作業ですので、今回はですね、最強マックスの風量でやっていきたいと思います。はい。今空調服さんのですね、装着して、マックスです。相当風が来てます。これはいいところはですね、帽子をかぶるとこれですね、帽子をかぶると中まで風が来て、頭も冷やしてくれます。じゃあこれでちょっと今日は作業していきたいと思います。ワンストール30分、今まで通りですね、やっていきますので、これでちょっと試していきます。はい。じゃあ今ヘルメットを装着してですね、上にちょっとかぶせてやってみました。ヘルメットの中まで風が入ってきてとても気持ちいいです。じゃあこれでですね、30分間ワンストールとして作業を今からしていきます。空調服さんのものでやります。
はい、じゃあ今30分経ちました。30分でできた瓦礫の数、粉砕した数ですね、このぐらいです。あとまあこちらにもちょっと捨てました。とても大変です。はい、じゃあ今ですね、空調服さんの 7.2 ボルトタイプを使って、30分間瓦礫の粉砕をしました。正直ですね、とても快適です。今までつなぎできてですね、もう汗だくになってたのが、とても快適です。まあ今日は下もですね、ちょっと半ズボンの作業服でやらせてもらってますんで、上から下までですね、快適です。ただもちろん体力はものすごく奪われますので、すごい疲れるんですが、汗はかくんですね。下着がもうやっぱびっしょりになってますんで汗はかくんですけれども、あの空調服を着てると多分すぐ乾くんですよね。この汗を奪って乾かせますので、まあ、あるのとないとでは、全然運転の差です。仕事でもですね、つなぎの空調服着てますが、汗はまずほとんどかきません。で、汗かいたとしても多分すぐに、乾いちゃうので全然もう汗かいた感じがしません。まあ、今ちょっと下着触ると後ろ汗かいてますけれども、まあ、あんなハードなことをする人はあんまりいないと思いますけれども、あのぐらいの仕事量ですとやっぱり汗は結構かきます。じゃあ次はですね、このワークマンさんの取り付けしていきます。こちらはですね、ネジタイプとなってますんで最初に外側のカバーを入れて、中の方に出します。で、そこでファンを回して取り付けるという感じですね。まあ、こちらも簡単ですね。ただ位置決めがちょっと難しいのでちょっと慣れないとコツは必要です。はい、こちらはですね、まあ、7.2 ボルトタイプに比べると風量が全然違うので、その作業服、あ、何やってんだろう、反対でした、すいません。作業服のこのベストがですね、膨らみが全然違うんですね。本当にもうなんかムキムキになったような感じの膨らみ方をするので、その分風の抜けもいいので、こちらはですね、本当に職人さんとかですね、ハードな使い方をする方は多分こちらの方がいいのかなと思います。はい、じゃあ今ワークマンの 15V タイプ取り付けしました。こちらもですね、最強モード、一番上のモードでやってみます。こんな感じですね。ですね、ワークマンさんのは風量がとても強いので、この袖、ここからですね、袖から来るのと、あと帽子の中からですね、出てくる風が、全然違います。これは期待できそうです。じゃあですね、ちょっと雨が降りそうなので、雨が降る前に、残りの30分片付けていきたいと思います。今ですね、本当に15分ぐらいしか休み取ってないんですが、体力は結構回復しました。今からですね、ワークマンさんので、30分間やっていきます。
い、じゃあ今、30分やりました。瓦礫の量はこれぐらいです。まだ大きいの残ってます。ただ大きい石もですね、天然の石もありますので、それは後でよかったいと思います。瓦礫だけ、砕くように作業しておりました。はい、それじゃあですね、今2つの製品を30分間の電動ハンマーを使って、実際に、比べてみました。結論から言うとですね、おそらくワークマンさんの方が風量が強いので、まあこういうハードな仕事をする場合にはいいとは思うんですが、実際作業してると、まあ、両方ともやっぱ風は結構な風量が来るので、まあ、どちらがいいかってもダントツワークマンさんの方がいいかというと、まあ、そういうわけではないのかなと思います。こちら 7.2V、 風量的には少ないんですけれども、まあちゃんと考えられて、まあ、老舗のメーカーさんなので、ちゃんと考えられて作られてるとは思うんですが、まあ、風量もですね、まあ、首の方、まあ、フードかぶってますのでヘルメットに流れる風とかですねは、だいぶ結構強く流れてきます。で、まあ、こちらはですね、やっぱり音は結構大きいです。なので職人さん向けでしょうかね。あとはこういうハードな仕事、あと、まあ、山作業とかですね、する方はこちらの方がいいかなと思います。あとは、まあ、例えばこうレジャーで使うとかランニングとかですね、スポーツで使うっていう方ですと、まあ、こちらの 7.2V のタイプでもいいのかなと思います。こちらはですね、全開にしても、会話は普通にできます。こちらをワークマンさんは、音を先ほど聞いていただいたと思うんですが、全開にすると会話はちょっと難しいかなっていうレベルの、音の大きさになります。なので、まあちょっとその用途によってですね、どちらがいいかっていうのは、まあ実際にですね、今日見た動画を見比べていただいて、まあ判断いただければと思います。私はですね、こちらは会社用ですので、これから山作業で使うのはこちらワークマンさんになります。金額はですね、これまあ1万2000円いかないぐらいですよね。なんですが、こちらもですね、ネットで、まあこちらスターターセットっていうのを売ってますので、こちらも大体1万円ちょっとぐらいで買えます。値段的にはさほど変わりはないかなと思います。で、今瓦礫を割る際にですね、これそのままつけてたんですが、表面ちょっと見ていただくとちょっと白っぽくなってますね。なので、瓦礫の粉塵とか、ちょっと吸ってしまいます。この中にですね、ワークマンさんだけ、ファンカバーというのがついてます。なのでできればこういう粉塵とかですね、出るところではファンカバーをつけた方がいいと思います。今回はですね、空調服さんはファンカバーオプションになりますので、まあ、通常、まあ、買わない方もいるかなと思って、今日は両方ともつけないで、同じ条件でですね、比べてみました。あとワークマンのこちらウィンドウコアシリーズのこのベストですね、これはとてもいいと思います。2900円で、随分としっかりした生地で作られてまして、でこれがいいのはですね、今日忘れてしまったんですが、ここ背中のところにですね、保冷剤を入れれるんですよ。なのでここに保冷剤を入れてファンを回すと、多分相当冷たい風が来て、結構な快適な感じになると思います。まあ作りもしっかりしてますし、ちゃんとコードをですね、止める輪っかとかマジックテープちゃんとついてますので、十分こういった仕事とかですね、あとまあレジャーとかでもキャンプとか、まあ、そういった時にも十分使えるものかなと思います。で、あとですね、今装着しましたけれども、こちらのヘルメット、アイスアーマーですね、ファインドアウトシリーズの、ワークマンさんのこのヘルメットの中にかぶるやつですね、これですね、ものすごく快適です。今までもう 4,5 分ぐらいやるとですね、雨がポタポタ垂れてきて、ヘルメットとかシールドにですね、雨が垂れてもう見えなくなったりとかですね、目の中に雨が入ってきたりとか、雨じゃ目の中に汗が入ってきたりとかですね、大変だったんですが、これ1個あるだけで汗が全然垂れてこないです。これはものすごく快適です。で、2つセットですので、まあ、2つあればですね、1日使えるんじゃないかなと思います。まあすぐ乾く素材ですので、洗濯してもですね、もう次の日にはもう普通に乾きますんで、まあ、職人さんはですね、もうとっくにこういうの使ってると思うんですが、私みたいに DIY とかですね、個人で使う方もですね、ヘルメットを使う場合は、こういったもの、とても快適に使えます。
これ思ったんですが、多分バイクで乗る時もですね、十分使えるものになると思いますので、これはおすすめでした。で、あとですね、こういった、ワークマンさんファインドアウトシリーズですね、この腕のカバーですとか、このレギンスとかですね、とても汗をかいたとは思えないぐらいサラサラなんですよね。これはですね、とても快適なんです。素材がですね、薄くてツルツルしてるんですが、まあ結構頑丈そうな、素材で、とても安くて、まあ快適に作業ができると思います。こういうのもいいかなと思います。ということで、今日はですね、新しい空調服を導入したということで、これからの、山の開拓作業にですね、今からまた梅雨明けして暑くなりますので、頑張ってやっていこうと思います。なんで私が瓦礫割りをしているかっていうのを、知らない方は、以前の動画の方もですね、見ていただければと思います。今日は空調服の紹介動画でした。また同じようなですね、道具とか、アイテム買いましたら紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。